5月23日の乃木、5月23日、火曜日の乃木曜日を担当する小川彩です。いや、今日寒かったですよね。何してましたか？私もう今日上着着てきましたもん、久しぶりに。じいじゃんね。皆さんも体調崩さないように気をつけてください。雨もしとしと程度に 降ってましたけど。皆さん雨の日好きですか？私はね、実は結構好きなんですよね、雨。あの音が好きなのかな。なんか自分が梅雨真っ盛りに生まれたっていうのもあるかもしれない あ、そう、誕生日といえば、私今日の乃木曜日3回目なんですけど、1回目が柴田さんの誕生日で、2回目が作田の誕生日だったんですよ。でも今日は明日だったらミクの誕生日だったんですよ。惜しい そう、今日誕生日の人いないですかね？ あ、結構いる。こんなにいるの？ 5月23日って多いのかな？ めっちゃいる。おめでとう。あ、そう。洋服ね、これ。一番最近買った すっごい気に入ってるんですよね、これ。この袖とか可愛くないですか？ シャーシャーな感じの、大人っぽくて気に入ってます。そう、お花なのかな、これ。お花か。お花柄です じゃあ早速ね、乃木曜日選手権をやっちゃおうかなと思います。先週の配信日が少なかったので、今回は2週合同で競います。競技は日付ナンバリングスタンプです。こちらに8桁のナンバリングスタンプがあります。で、このスタンプを今日の日付8桁にセットして紙に押します。最も早く今日の日付を押せたメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。いやー、これでも正直ちょっとあんま自信なくて、意外となんか難しそうじゃないですか。でも優勝はしたいですね。ちょっと、じゃあ、2023-0523でね。もうやっちゃう？ じゃあ、いきます。用意。はい。2。あ、難しいかも。2。結構難しい。意外と難しいぞ。2023。ゼロ。いやー。あ、逆方向回しちゃった。長い長い。5、2、2、3、3、3。はい。37.57。あ、待って、これギリ、あ、待って、ちょっと待ってください皆さん私 これ数字だけ揃えて満足しちゃったみたい 紙に押してなかった。真っ白だ。どうしよう。
どうしたらいいですか、これは。もう一回やっていいそうです。 ああ、ちょっと、いや、さっきね、真央がさ、ほら、失敗でしょ、すごいいっぱい間違えてたじゃないですか、2020年、2021年と。で、それをちょっとね、マネージャーさんとバカにしてたら バチが当たりました。 ちょっともう一回いきますね、じゃあリセット。よし、いきます、用意スタート。2002、いや、隣にいっちゃう。20222233、3が出てこない。3、よして。ほっ、いただけた。46.7。あ、でも46。46だ。やったー。 でもね、これ絶対昨日より遅いですよね。完成品。他は。40。何ですか？待ってください。逆だったみたいです。3250年になっちゃった。 でもこれしょうないですよね、わかんないですよ、どっちが。やらかした、やらかした。 どうします、これ。これは許してくれます？ 許してくれたみたいです。やったー。 じゃあちょっと多めに見てください。 くわー、そっかー、こっち、そっかー、こっちからじゃないとダメだったんだね。ちょっと明日からのメンバーさん気をつけてください。 気をつける点が多すぎる。じゃあちょっとさっきの秒数で書かせていただいて、46.07。もうこの時点で優勝はないですね。 松尾さんすごいな。なんかでも、もうちょっと早くいけんじゃないかなってちょっと思っちゃってたところもあるんですけど、難しいな。あ、今のところ最よそだ。あ、でも失敗がいるから。 はい、46だったからセーフということで。 じゃあまあこのコーナーは終わりということで。そうですね、何の話しようかな。じゃあね、飛鳥さんの卒業コンサート、いやー、もう終わっちゃいましたね。2日間ともすごい本当に素敵な飛鳥さんらしいライブだったなって思うんですけど、なんか印象に残ってる曲とかありますか？全部良かったですけどね、本当に。ね、しかも2日間ともめっちゃ真夏日だったんですよ。
もうしかもあの2日間だけなんですよ、暑かったのが。なんかすごいですよね。 そう、でも卒コン終わるまではあすかさんと結構さ、リハーサルとかで会えたけど、もうあんまり会えなくなっちゃって寂しいです。なんかもうリハーサル期間でね、本当にもうラストスパートって感じで、結構なんていうんですかね、たくさん思い出ができたんですよ。だから嬉しかったです。 そう、あのね、飛鳥さんのショールームあったじゃないですか。それで私、高い位置のツインテールをしてくださいっていうお願いをしてみたんですね。そしたらやってくれたんですよ。 いやー、もう、そう、しかもその後配信中で突撃の企画があるじゃないですか、飛鳥さんに。それで梅沢さんが同じことを頼んでて、なんかすごい嬉しかったんですよね。同じこと考えてると思って。 だって梅沢さんとですよ、考えてることが一緒なの。 いや、もう嬉しくてね、梅沢さんにもちょっと報告して。 そしたらね、もう流れでというか、牛もしちゃいました。 いじってるって、どこがいじってるんですか今の。 全くですよ。 そう、突撃ではね、私ゆで卵を食べてもらうっていうのをやったんですけど、6個入りの卵のパックを2つ買ってきて、で半熟と固ゆでを作ったんですけど、もう作るのが久しぶりすぎて、ちょっと半熟の方がね、あんまりうまくできなかったんですよ。ちょっと失敗しちゃって、まあ、失敗とまではいかないんですけど、そう、でもね、6個と6個で12個あったから、固ゆでと半熟を2個ずつ飛鳥さんに持ってたんですね。だから私4個と4個味見してるんですよ。 いや、もう心配すぎてめっちゃ味見しちゃいましたね。 そりゃ飛鳥さんに食べてもらうんだから、もう味見しちゃいますよ。 そう、ゆでん塩味をつけたんですよ。だから味をつける前にも、ゆでてから一回味見して、でいい感じに味ついてるかなってまた味見してとかやってたら、なんかいつの間にかめっちゃ食べてました。 でもその時ね、飛鳥さん1個食べて残りの3個も持って帰ってくれたんですよ。で卒コンの日に全部食べたよって、美味しかったよって言ってくれました。 もうなんか神だなって思いましたね。 ああ、もう卒コンの話したいのに。 時間なくなっちゃうから、皆さんなんか、そうですね、さっきね、ちょっとゆで卵の話をしながらね、コメント見てましたけど、すごい、私もやっぱり本当に全部楽しかったし、嬉しかったし、見れて嬉しいのもいっぱいあったし、なんですけど、やっぱ個人的にはね、すごくスリーフォールドチョイスやれたのが本当に嬉しくて、そうですね、もうなんか飛鳥さんが考えすぎないで楽しんでほしいって言ってくれたんですよ。だからまあ、このライブのことだけじゃなくて、まあこれからの乃木坂の活動をってことなんですけど、だからもう本当に楽しくて、もう衣装もすごい可愛いじゃないですか。なんか乃木坂ではちょっと珍しいんじゃないですかね、結構ちょっとミニスカートですごい可愛くて、それを着て一緒にできて、もう思い出になりました。すごい、そう、もうニヤニヤしちゃった。
ね、まだ余韻にめっちゃ浸っちゃってるんですけど。 あ、そう、今日ですよね、あの写真集今日発売ですよね。いやー、もう見ましたか皆さん。私もね、読ませてもらったんですけど、もうかっこいい飛鳥さんから、かわいい飛鳥さんも、ちょっとセクシーなね飛鳥さんも見れるし、そう、私はもうあの表紙4種類全部予約しちゃったんですよ。 ちょっと飾ろうと思って。 早く届いてほしいな、ね、あ、みんなもまだ届いてないのか。そう、私もまだです。 大人がいい。 そう、あとね、全国ツアーも発表されましたけど、違う、北海道、大阪、広島、沖縄、愛知、宮城、神宮って、もう約2ヶ月くらいもう皆さんと一緒に過ごせますよね。楽しみ。 ね、初の沖縄もあるし、神宮は4日間。夏に向けてね、また頑張っていきますよ。お、みんな来てくれるの？やったー。 沖縄ね、1回だけ行ったことがあるんですけど、でもあまり記憶にはないくらいなので、すごい楽しみです。 あ、そうだ、北川さんがもうびっくりしましたよね。もう本当に寂しいんですけど、でもね、留学されて、これからもなんか多方面で活躍されていくと思うんですけどね、もうそれを私は楽しみにしてるし、卒業されてもちょっと相談に乗ったりしてもらいたいなって、なんかつながっていてもらいたいなって思いますね。あ、で、私いつかやってみたいことがもともとあって、そんな大したことじゃないんですけど、あの乃木坂の川一族で川の字で寝るっていう。 いつかやってみたいなってずっと思ってたんですよ。北川さんと早川さんと神奈川さんと川崎さくらと、あと小川で、だからちょっと卒業されるまでに川の字作ってもらいたいです。 寂しいよね。かも、結構すぐですもんね。本当に寂しいけど、でもね、このさ、卒業されるまでにちょっと思い出たくさん作れたらなって思います。 あ、じゃあそろそろね、宿題をしちゃおうかな。昨日の、松尾さんから「あーやへ善通で何か一緒にしたいね」何がいい？いやー、これ嬉しいですね。だってこれの質問をきっかけに、もう善通で何かやれる口実というかができたってことじゃないですか。いやー、ちょっとどうしよう、ここで言っとけば何でもしてくれるはず。 ちょっといっぱいあるんだけどな。松尾さんはね、千葉魂のパイセンでもありますからね。 でも髪型も一緒にしてみたいし、あと一緒に何かも食べたいし、あとなんだろうな、でもあの私、松尾さんのバク転を見たいです、生で。 そんな軽々しくできるものなんですかね。どうなんだろう。
近くでバク転してるところが見たいです。でも全通でどこかでちょっと まあステージ上じゃなくとも やる場所あるかな まあちょっと安全な場所で ちょっと近くで見たいですね。じゃあ髪型を一緒にするのと一緒に何かを食べるのと近くでバク転が見たいですっていうちょっと3つもお願いしちゃっていいですかね。ょっとじゃあお願いします。 いやめっちゃかっこいいですよね本当に。バク転本当に憧れてました。じゃあ次の、前回の間違えました 次回の乃木曜日のメンバーさんに宿題を出しちゃいたいと思います。そっか、まずは明日が誰かですよね。誰でしょう。 ヒントは何だろう、皆さん多分ねなんかときめくと思います。 皆さんがね、なんでミクがめっちゃいるんだけど 保護者、誕生日だからか、そういうこと。正解、今正解いましたよ。明日はベンカさんでーす。すごい。伝わりました、ときめくで。 そう、ベンカさんに宿題何がいいですかね。どうしようかな。なんかいいのないですか？ね、蓮海さん大人っぽいですよね。だってミクとサクタンとヒナと同い年ですよね。信じられない。 じゃあ分かった、蓮海さんの映画すっごい良かったからちょっとまた見たいんですよね。だからなんかどんな役を演じてみたいですか？とかどうですかね。と、これは水星ですか？ちょっと前回油性で書いちゃったので、念入りに確認しないと。蓮華さんへ、どんな役を。よし、よし、じゃあこれで明日楽しみに聞いてます。 ハート。 よし、宿題も書けました。じゃあね、かわいいですか字これ。 お、2万人超えた、ありがとうございます。嬉しい。そう、今日からね古書道物語の私も出演しているプリンが配信されました、今日の正午から。いやー、私撮影してる時期はひなのことをねお姉ちゃんって呼んでたんですよ。
や、本当は嫌なんですけどね。お姉ちゃんってちょっとまあ普段から役作りというか 今日からお姉ちゃんって呼ぶねって言って、ひなのことお姉ちゃんって呼んでたんですけど、そう、昨日もね、トークにトマトチーズプリン送っちゃった。 びっくりした、あれ。そう、駅の中でね見つけて、もう即買った。 なんかね、一番リアル感があるお話かなと思うんですよ、今回の中で。だから皆さんも一緒にプリン探しましょう。 ね、昨日は超乃木坂スター誕生見てくれましたかね。私はあの「ブギーバック」歌わせてもらったんですけど。 いや、もうあれ最初すごい棒読みって言われちゃって、 なんかもうその頃の僕らと言ったらっていうぐらいの棒読みだったらしくて、ちょっと頑張って気持ちを乗せてね。 いいっすね、もう最初は「いいっすね」でちょっとかっこつけちゃってたんですけど、ちょっと後輩感として「いいっすね」ってやってみました。 そうそう。 あれね、まぶみ先生、私あの収録の時、あの収録の時も見てなかったので、昨日初めて見たんですよ、私も。だからめっちゃ面白くて、まぶみ先生も面白いし、あのやっぱいろはっちでしたっけ、いろはっちのキャラがめっちゃ好きすぎて、 ちょっとたまにいろはっちにはね、そう、あのキャラを降臨させてもらいたいなと思います。 いや、もうあの学校に転校しちゃいたいって思いますよね。だってあんな面白い。 楽しそうですよ、すごい。 シーマ転がしてみたいな、みんなあれめっちゃ真似してるんですよ、5期生で。なんかよくみんな真似してるんですよね、あれ。 転がして。 そうそう、乃木ののもね、もうあと1回ですよ、最後梅沢さんで。皆さんね、ちょっと梅沢さんってやってほしいって結構私ブログのコメントとかでもね来てたので、すごい最初聞いた時嬉しくて、絶対聞いてください。 ラスボスが来るな。 いやー、楽しかったな、でもいろんな先輩と話せて。 お、メール送ったよ、ありがとう。さくらさんもね、さくらさんっても呼ぶし、ちょっとは距離縮まったかなって思ってます。 わ、最後に高めのツインやってもらっていいですか。うわ、読まなければよかった。 でも今見えちゃったんだよね、スクショタイム。まあちょっと飛鳥さんにやらせちゃったからね。じゃあ一瞬ね、一瞬。もうすぐ時間だから。できてる？ はい。じゃあスクショタイムはこれで終わりです。じゃあね、そろそろ、終わりの、乃木曜日、火曜日。終わりのお時間です。いやー、もうね、ちょっとまだ話したいこともいっぱいあったんですけどね、あのブログの耳の問題もまだ答えのブログも出せてないので、ちょっと近いうちにねブログ出そうと思います。じゃあ乃木曜日、今日も見てくれて、コメントしてくれて、たくさんねありがとうございました。
じゃあ次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは今日の相手は小川彩でした。バイバイ。風邪ひかないようにね。